このですね、白がですね、千尋にですね、私はずっとお前を見ていたというシーンがあります。どうして私の名前を知ってるのっていうふうに、千尋が聞くと、そなたの小さい時から知っているっていうふうに答えます。で、えー、さっきのですね、あの、千尋におにぎりを渡すシーンなんですけど、そのシーンでですね、白は自分の名前を思い出せないですね。やっぱり名前を奪われてるから。で、自分の名前も思い出せないのに、でも不思議だね。千尋のことは覚えていたっていうふうに言うんですよ。 で、ここから先の通り展開を全てセリフ通りだと考えるとですね、白というのは琥白川という川の守り主の神様で、千尋が小さい時に溺れかけたのをですね、助けてあげた神様というふうにお話の上ではなっています。で、その事件だけでですね、なんで、えー、その後の小さい時から知っていると。で、自分の名前も忘れたのに、お前のことだけは覚えていたっていう、このセリフがですね、ついつまが合わないんですよ。ここでですね、あの不思議なのがですね、あの千尋が 過去を思い出すシーンなんですね。もうほんと物語のラストで、竜になった姿の時に上に乗って一緒に飛ぶシーンなんですけども、ゼニーバに会いに行って白を許してもらって、で、白の化身である白い竜に乗って空を飛んでるシーンです。ドラマの中の一番の盛り上がりです。で、千尋は突然思い出すんですよ。こんな風にですね、水の中に手が伸びていって、で、というシーンなんですけども、靴がですね、落ちて拾おうとした にしてはですね、水しぶきのサイズが大きすぎるんですよね。じゃあ、千尋が落ちたから水しぶきかっていうと、いや、 落ちてからだったらですね、手が入る前にこんなに大きい水しぶきが立つはずがないと。もっと大きなものが落ちた時の水しぶきに手が伸びているように見えるんです。こういうのをはっきりさせるためにですね、このシーンの絵コンテを見てみましょう。絵コンテを見ると同じことが書いてるんですけども、注目するのはさーっと伸びていく子供の手って書いてるんですね。なんで子供の手って書いてるのかっていうと、千尋の手って書かないためなんですよ。ここにいるのはですね、千尋じゃないからですね。 で、誰かなんですけども、誰かというのを明かしたくないからです。誰かの手が伸びていって、そして水の中に落ちた大きいものを助けようとしてるんだけどというものを書こうとしてるわけです。なんで千尋の手と書かずにですね、子供の手なのか。で、続いてですね、千尋がそれを思い出すシーンです。思い出すシーンはですね、千尋がですね、 これ、肩のところ見てください。顔と肩の色が同じです。つまりこれ裸なんですね。これなんで千尋がですね、このシーンで裸だったのかというと、幼い頃の千尋が川に落ちた時に裸だったからです。よくですね、川遊びする子供がですね、パンツだけではありますね。あれと同じですね。川に落ちた時の千尋はですね、実は上半身が裸だったんですね。じゃあ、このですね、手を伸ばしてる子供の手はですね、T シャツ着てるんですよ。おかしいですよね。 T シャツを着ている人物、子供がですね、手を伸ばしていて、そして幼い頃川に落ちた千尋はですね、少なくとも上半身が裸だっていうのはこう矛盾してるんですけども、じゃあこれ一体何を書こうとしてるのか。子供の手が誰かが落ちたところに伸びていく。それは子供の手というふうに書いてあるわけですね。じゃあそれは千尋なのかというと、千尋じゃない。千尋はその時に裸なんです。裸で落ちた 千尋を助けるために子供の手が伸びてる。つまり裸だった幼い千尋をですね、手を差し伸べて助けた T シャツを着た子供がどっかにいるはずなんです。それは誰かっていうと、これがね、今回の考察の主なところなんですけども、どうして私の名前を知ってるのって来た時に白が、その後の小さい時から知ってると。なぜ白は自分の名前を思い出せない時に、千尋を小さい時から知ってるのかっていうと、白はですね、千尋のですね、死んだお兄さん。 なんですね。千尋は川で靴を流したんじゃなくて、千尋は川に落ちたわけですね。それを助けようとお兄さんが手を引っ張って、代わりにお兄さんは川に流されて帰ってこなかった。で、お兄さんは人のために命を捧げたので、その川で神様になれたというお話なんです。で、千尋はこれを覚えてないんですね。 私覚えてなくてお母さんから聞いたんだけどっていうふうに言ってるんですよ。つまり、靴を流したというのは千尋のあくまで証言であって、でもその事件自体は全く千尋を覚えてないんですね。母親はですね、千尋にお兄さんがいたこととかは、千尋のせいで死んだことは言ってない。 ですよね。だから、子供の頃に川で溺れかけたということだけ伝えてると。だから、千尋を覚えてないんですけども、白はですね、そなたの小さい時から知ってるっていう、でも不思議だよね。千尋のことは覚えていたっていうのはあと、鎌爺がですね、愛の力だって断言するのは、これは兄弟愛だからなんですね。白は千尋を傷つけたくないので、多分これを思い出したとしても絶対に言わないし、鎌爺も言わない。または、白自身も気づいてないのかもわかんないです。で、白の川はですね、埋もれてしまったということになっているんですけど、この埋もれてしまったというのもですね、 地中に埋葬されてしまった死を暗示させるメタファーですねいわゆる葬式とか死体のメタファーとして今は埋められてしまって見えなくなった川というふうな言い方をしているわけなんですカン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 タタン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 空にガンそびえるガンガン黒金の城ガンガンガンスーパーロボットマジンガー Z えー、後悔させないように面白いことやってますけどですね。<laughs> えー、よろしくお願いします。